茂康氏は中華民国、満州国の政治家。別号は、鏡が泉。1914年に東三省公武道を卒業後、東三省平行省副官から昇進していく。1927年8月24日に陸軍軍需関係軍需総監区組に任命されるなど、軍需関係庁の最高首脳者として、 九方天派内で重きをなしたとされる。1931年3月、長学寮から、東省特別区政務庁長,長,長に任命された。これら以外にも、法天特軍校所軍務課長、東省特別区行政長官校所高等顧問、等を歴任したとされる。1932年3月9日に、満州国が正式に建国されると、翌10日に、茂安氏は、 民政部次長に任命され、総長の増式武氏を支えた。1934年12月1日、増が兼務していた法典省庁に、茂安氏が公認として当てられた。1938年7月、法典省庁を退任、金英勝ツが公認となった。同年中に、満州工業銀行副総裁に転じ、翌1939年2月23日には、 生活必需品会社取締役社長も兼任している。抗議院副総裁在,在任中の1943年に脳一血で倒れ、翌1944年1月1日、新疆特別市にて死去。ありがとうございます。